全国民に現金10万円給付特別定額給付金2回目いつの最新情報について解説をさせていただきたいと思いますで。で今日この動画は個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思いますで。でこの特別定額給付金の2回目がまあ まだ今あるかないか分かってないんですけれどもの2回目があった時にすぐに申請したいあるいは確実に給付されたいあるいはそれに関連する情報が出たらすぐ知りたいっていう方はぜひチャンネル登録していただければと思いますまたこれに関する動画っていうのが出ましたあの情報っていうのが出ましたらすぐ動画にさせていただきますのでチャンネル登録をしていただければというふうに思いますそれでは早速いきたいと思いますでまず特別定額給付金 で、そもそもなんだっけっていうふうなお話なんですけれども、まあこれは 2020, 2020年の5月1日なんで、まあちょうど3年ぐらい前ですね、もう結構経ちますね、にあった、全国民を対象にした所得制限なしで1人当たり10万円を給付されますと。しかも非課税ですね。というような給付金の事業のことですと。 でそれの2回目って何っていうふうなことなんですけれどもこれは昨年ですね2022年の10月なんで半年ぐらい前なんですけれどもまああの総合経済対策案っていうのをまあ政府がまとめてましたと。でその財源となる補正予算の検討中に、まあ、野党であったりとかまたは野党だけじゃなくて。 自民党の若手の議連からも、まあ、2回目やったらどうですかっていうふうな声があったと。はい、で、えー、この野党っていうのは、まあ、9月のこの上旬ぐらい、まあ、大体1か月ぐらい前にですね、えー、国民民主党の 1, 1人当たり10万円給付っていうのを、まあ、もう一回やったらどうですかっていうのを政府に働きかけてますとそういうふうなあの声のことです。で これはあのインフレ手当とかちょっと名前が変わってたりとかしたんですけどもまあいわゆる特別定額給付金の2回目をやったらどうかっていうことをまあ野党まあこ主に国民民主党からえ自民党の方とかに働きかけてたというふうな形ですねでえまあその後ですねまああの岸田首相が12月1日2 0 2 0年の12月1日に参議院の予算委員会で まあ10万円給付の2回目ということに関してはこう否定的な発言をされたっていうふうなまあそういう流れがありましたと。でそのまま結局まあ特別定額給付金の2回目っていうのは今までまだあの決定してない給付っていうのはされていないんですけれどもまあその後この特別定額給付金の2回目の検討状況ってどうなってるのかなと。国民1人当たり10万円給付されるっていうまあ給付金の制度なんでまあそれもしあったらですねすごく あの大きなことですしまああの例えばこの内閣としてもまあ国全体でいうと13兆円にもなるようなあの事業でしたと特別定額給付金の1回目っていうのはあのまあ全体で13兆円に近いえそういうような給付金の制度だったのでまあすごい大きなことなのでまあもちろん我々国民一人一人にとっても1人当たり10万円給付されるっていうまあ制度なのですごい大切なことなのでその後の検討の状況ってどういうふうになってるのかな といいいいうふうのを確認ししたたに思まあ、実際にいろんな、まあ、議員とかが、まあ、あの特別定額給付金の2回目についてコメントしてたりとか、まあ、検討を進めるべきだというふうな話をされたりとかしている人も中にはいるんですけどもただそれは、まあ、議員の一人一人の、まあ、それぞれの気持ちだったり個人的な見解だったりするので、まあ、実際にあの、まあ、省庁の方に 連絡をしていって、まあ、検討状況とか準備の状況とかその後、まあ、何か進行しているのかどうかっていうことを確認したいなというふうに思いましたとでまあ実際いろんなところに電話してあの省庁の方にですね連絡をして確認をしていきましたとでまずはこの特別定額給付金っていうのは、まあ、総務省が窓口になって行いましたと1回目ですねでその中で特別定額給付金のコールセンターっていうところがあって でまあ、これは1回目に我れ国民の,その問い合わせの窓口になってましたのでそちらのほうに連絡してまず確認してみたいと思いましたと。で連絡をしたところ、まあ、この電話番号は現在使われておりませんってことでもう普通で案内終了してましたとなるほどと、まあ、1回目もう終わってるしなっていうことで,、えーいうことでまあ、その、えー、と管理をしていたその総務省のほうに電話してみましたと。総総務務省省に電話したところ総務省の 自治行政局の地域政策課っていうところにつないでいただいて、えー、特別定額給付金の2回目ってありますかともしくは検討されてたりとか何か動きとかあったりとかしますかっていうふうなお話をさせていただいたところ「まあ、何も決まってません」と「今んところ何も情報がありませんと」とでこの総務省の方では、まあ、前回の特別定額給付金っていうのをまあまあ取りまとめてやったんですけども。 こちらの方うで、まあ、特別映画給付金の,この2回目をやるかどうかということを決めるわけじゃないんでこちらに聞かれても、まあ、そういった情報はありませんよということでしたとなるほどと分かりましたということでじゃあ確かにあの省庁、まあ、特にその庁の総務省のの方で決めるっていうわけじゃないんでじゃあ内閣の方に聞いてみようということで内閣に連絡しましたと、まあ、内閣の中で、えー、内閣府とかまあ内閣官房とかです、まあ、内閣官房の方に電話していましたと。で 特別定額給付金の2回目っていうのはいつからありますかもしくはあの検討されたりとか何か情報ありますかっていうことでお話したところいやあのこの内閣官房の方でも分かりませんとでまあそういったような例えば給付金の制度とかっていうのが決まっていく場合っていうのは総理とか各大臣とかあるいは内閣ですねで話して決まったら各省庁の方に降りてきますと。なので このの内閣官房の方にも全くそういうよういよな情報はなないいですと、と、まあ。そういう話もありませんとなるほどと。ということでまあこのいろんな省庁で検討されていたりとか何か準備が進んでたりとか動きがあるってことはちょっと全くないというふうな反応でしたということなんでまあ各省庁では分かんないってことであればじゃあまあそのまず内閣で方針が決まるときにまあ一番の検討のもとってなるところはやっぱり与党だろうと。 でまあ、もちろん公明党もあるんですけれどもあの第一の,あの与党といえばやっぱり自由民主党なんでその自民党の本部の方に電話して確認してみましたと。で同じように特別定額給付金の2回目って、えー、今検討されてますかもしくは何か動きがあったりとかかしますかっていうふうなお話したところ、まあ、ホームページに載ってる情報が全てですとあなるほどと。じゃあ,あ,の、まあ実は昨年の10月ぐらいにまああの。 例の国民民主党から1人当たり10万円給付っていうのを政府に働きかけるというような動きがあったと思うんですとでその時に自民党の若手の議員連盟、まあ、若手の議連からですね、まあ、あの同じように10万円給付2回目やったらどうだっていうふうな働きかけがあったと思うんですよねとあなるほどとでただそういう若手からの提言も今のところ情報としてはないですとホームページに載っているところはすべてですし、まあ、それ以外の情報はないですということでしたと。 でホームページ見てもですねやっぱりその10万円給付の2回目っていうのを検討しているとかな何か、えー、提言していく提案していくっていうことも書いてないんでなるほどですねと自民党の方でも検討してないですねということで、まあ、ちょっとこの省庁をはじめとしてこの与党の方でも検討されていないということが分かりましたと。でちょっとこの1回目の特別定額給付金について、まあ、どういったことで実施されることになったかというちょっと振り返ってみましたと。 でまあ、自分の方でもちょっと記憶をたどるっていうのをただまあネットで検索して確認したところやっぱりこの1回目の特別定額給付金っていうのもまあこの自民党で検討されて内閣に上がって方針が決まったっていうだけじゃなくてまああの先ほど言った公明党ですね。公明党から まあ提言があって自民党の方でもより検討されるようなことになってそしてまあ10万円給付特別税額給付金の1回目が決まったっていうふうな流れがあります。まあその中でもいろいろこう動きがあってまあ実はあの国民1人当たり10万円給付っていう形じゃなくてまあ1世帯当たり30万給付するとかちょっといろいろ動きがあって。 閣議決定、まあ、30万1世帯当たり30万給付ってことで閣議決定したんだけれどもちょっとまあそれを組み替えて国民1人当たり10万円給付っていうふうになったりとか、まあ、いろいろ動きがあったんですけども、まあ、流れの中で、えー、公明党の方から提言があって、まあ、自民党の方でも検討して、えー、そして内閣の方針として 1>, まあ1人当たり10万円給付っていうのが決まったっていう流れがあるのでまあ他の党からのこう提言っていうことでまあ少しこう方針が変わったりとかまあ予算の組み替えとかっていうふうな形もあったりするんだなということでまあただ与党の方ではちょっと検討してなさそうだったのでまあこの昨年の10月にまあこのそもそも特別定額給付金の2回目っていうことについてまあ検討 するってことをしたらどうですかっていうふうな動きがあったりとかあるいは記者相がこうちょっと否定的っていう発言をするっていう風うなこの流れの検討の時にあったこの国民民主党としてはどういう風うな方針なのかっていうことをちょっと確認したいなと思いましたちょっともうこの省庁とか与党の方では検討されてないんでちょっとこう野党で特にこのまあこの提言をしていった二回目についてのこう提言をしていったっていう風な この国民民主党について、ちょっと方針、何か案内ないかなということで、確認していったところ、ああ国民民主党の本部の方に電話しましたですねまあ今、3万円とか5万円とか、ああ国民によって条件によってですね給付されたり、給付されなかったりとかあると思うんですけれども、そういうような給付がありましたと。ただ、この特別定額給付金の2回目、ああ名前を変えてインフレ手当。 とかっていうふうなことで、えー、提言していると思うんですけれども、そのいわゆる国民一人当たり十万円給付するっていうことの二回目は引き続き働きかけていく方針ですと。なるほどということで、この国民民主党のホームページ見に行ってみたんですね。したらまああの積極財政とかまあいろいろとその国民のインフレ手当とかっていうのを提言する中にこの十万円の給付っていうのを働きかけていきますよ。 まあ、あの政策への提言っていうふうふな形で、えー、載ってましたホームページの方に、えー、記載がありましたのでまあ引き続きちょっとこの辺に注目していきたいなっていうふうなことで思いましたと、まあ、この特別定額給付金の2回目っていうことについてまああのどの党も言ってないっていうふうな状況ではなくてこの野党で国民民主党についてはやっぱ提言提案していってるとこれやりましょうっていうふうな働きかけをしているっていうふうなことが分かりました。ということで。 まあ、この特別定額給付金の2回目っていうことについては、まあ、省庁だったりとか、与党とか、あるいは内閣の方で、ちょっと検討されてるっていうふうな流れはなさそうだな、ということがわかりました。ただ、この、先ほど言ったように、国民民主党の方からも、え、働きかけていくっていうふうなことがありますので、まあ、絶対に100%ないっていうふうな感じではないんじゃないかなと。これからもちょっと議論されていく可能性はあるんじゃないかなっていうふうに感じましたと。で、え、この特別定額給付金の この2回目がもし、えー、ニュースになったりとか、あるいは新しい情報ができたりとか、まあ、あるいは、まあ、この閣議決定したりっていうふうなことがもしありましたら、まあ、すぐにこの動画の方でまたこの解説していきたいというふうに思いますので、えー、先ほど言ったように今日、あの、個人の方でこの動画をご覧になっていただいている方が多いと思うんですけれども、新しい情報が出たらすぐに知りたいとか、まあ、あの、この特別定額給付金の2回目がもしあった場合、確実に申請したいとか、 確実にに給付されれたたたいいいいいいととかあるははもううす、えー、すぐにこう申請ししよっていう風な方はぜひチャンネル登録していただければと思います、まあ、先ほども言ったように新しい情報出ましたらすぐに動画で解説したいと思いますので、えー、そういった方はぜひチャンネル登録して、えー、いただければなというふうに思いますこの特別定額給付金の2回目の今最新情報がどういった形になっているかっていうことについてちょっと調べさせていただいたので、えー、ご報告させていただきました。 ありがとうございました。